あ、来た。リサさん。リサさん。会えなかったんです。リサさん。リサさん。こっちこっちこっち。こっち。こっち。見てない見てない全然。こんにちは。お願いします。はい。では自己紹介をお願いします。福島県出身、マコです。ミナミです。マコミナです。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。え、今日は何ですか？たこ焼きパーティーですか？タコパです。今日はタコパです。やっと念願のリサさんとタコパできたね。ロシアンルーレット。初めて聞いた。じゃあ、ロシアンルーレットもやっていこうじゃなくて。違くて。違くて。ちょっと台本と違いすぎて。台本と違いすぎて。ちょっと困ってるんだけど。まあ、ごみなちゃん、私たちの冠番組ですよ。素顔 TV。素顔愛用者の私たちからしてとても嬉しいです。こちらにおられる、はい、宮崎あおい様、ベレベレキュート、めっちゃ可愛いよね。見た瞬間もう買いに行きたくなっちゃいますよ。わかるわかる。素顔とはというところから一緒に勉強していこうと思います。素顔とは、素顔とはリサネンさん語ります。ふわっと軽いつけ心地で肌に気持ちいい、素顔は素肌本来の可愛さを引き出すメイクシリーズです。はい、ふんわり薄付きでナチュラルな透明感メイクを叶えます。やっぱ肌の透明感でね、モテる系女子みたいな、ツヤ感とか、もうふわっと感とかやっぱ大事ですよね、男子大好きだから。じゃあここにシリーズあるので、はい、ぜひ触って試してみましょう、はい、いいんですか、はい、すごく色が可愛い、どうしよう、これは迷っちゃう。え、なんかポイントとかありますか？ポイントやっぱでも流行りのこの落ちにくいティントが出たから、これはすごくいいかな。これ実際に使ってもいいんですか？あ、ねねねね、使ってください、使ってください。真ん中の色じゃ使いたい、スイートピンクかな、これスイートピンク、真っ赤な、いいじゃない、色気のある、色気のあるやつやっちゃってください。やった。これって、うん、どこにつけるとかありますか？どういうこと？どこに唇かなあ、でも結構グラデーションでつけたりするのがやっぱ流行ってるから、中央につけてこう外に向かってぼかしていくっていうのが結構つけ方としてはすごい流行ったりしたかな。中央にそうそう、乗っけて乗っけて、ちょっとぼかしながら外に広げてグラデーションみたいな、似合うじゃん、めっちゃパン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 、そうそうそう、パン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 してもらって、あらすごいすごいですね、このみずみずしいのにちゃんと色がつくっていうね、うん、そうそうそう、ベタベタしないからさ、うん、こうさらっとねしてるからいいね。あ、ちょっとじゃあね、お茶入れてくるから待っててね、実験をしましょう。え、実験ですか？実験をしましょう。飲んでください。まさか味が変わるとかですか？どうでしょう、夢の国のそんなマジカル味とか、どう、味は、おいしい、それはいいんだけど、もう一回ちょっとグラスを見てみてください。え、なんかマジか、もしかして来た、何、リップの色が、はい、ついてない、100点。確かに見せて見せてみて、どうでしょうか、どこが私たち飲んだところでしょうか。全然わからない。わからないでしょ。わからない、もうわからない、何もついていない。お、素晴らしい。さあさあ、私たち任された素顔 TV ですけれども、はい、好きなことをね、やっていいらしいの。そうなんですか。何やりたいよ。メイクはやっぱしたい、うんうん、まあ、それはあるよね。おしゃれもしたい、いいねいいね。そしたら何があるんだ食べたい、食べ物、いいね。メイクしておしゃれしてスイーツを食べに行くって、この3元素最高じゃん。モテる、モテた、モテ3大要素みたいな。そうね、なんかスイーツとね、飲食中いやいや、待って待って、10出てきてないからこの素顔 TV では役立つ旬な、そんな使える情報をたくさん発信していきましょう。はい、まあね、いろいろ企画やっていくんですけど、私たちがね楽しむことが一番だと思うので、はい、楽しんでやっていきましょう。やりましょう。イエーイ。